ヨーロッパで今とても流行るヒップホップという新しいイタリアのバンドでございます。マジックトライドと言います。メンバーは有名なサクソフォニストのレナート・ダイエットとコンピュータープログラマーのオンブールとピアニストのガッダマ、みんなイタリア人です。ヨーロッパで今とても流行ってるトリップホップという新しいトレンドで、ヨーロッパで新しいイタリアのバンドでございます。トリップホップという新しいトレンドで新しい